打ち解けぬ朝ぼらけにいでたもう御恩様のおかしきにも、なお振り離れなんことはおぼし返さる、やんごとなき方にいとど志そいたまえ、そいたむうべきこともいで気に至れば、一つ肩におぼし静まりたまいなんを、かように待ち聞こえつつあらんも、心のみ尽きぬべきこと、なかなかの思いの驚かさるる心地したもうに、おんふみばかりぞくれつかたある。日頃少し怠るさまなりつる心地の、にわかに糸糸を苦しげにはべるを、引きよかでなんとあるを、例のことつけと見たもうものから、袖ぬるる恋人かつは知りながら、降り立つたごの自らぞ浮き、袖ぬるる恋人かつは知りながら、降り立つたごの自らぞ浮き、山の井の水も断りにとぞある、御恩手はなお心の人の中に、優れたり貸しと見たまいつつ、いかにぞやもあるよかな、心も形もとりどりにすべくもなく、また思い定むべきもなきを苦しゅうおぼさる、おんかえり糸苦労なりたれど、袖のみぬるるやいかに、深からぬおんことになん、朝見にや人は降り立つ、我が方は身も粗末まで、深き恋路を、朝見にや人は降り立つ、我が方は身も粗末まで深き恋路を、おぼらけにや、この音階流を自ら聞こえさせぬ、などあり。で、そんなふうに源氏が見やすところを久々に訪ねて、まあ、見やすところの心を沈め和らげようとしたわけですけれども、そう簡単にいくわけはない。で、打ち解けぬ朝ぼらけに入れたも御様、心のしっくりと通わない朝明けの頃に、源氏の君が宮洲所のところをお出になる、お出ましになる、そのお姿、なんとも美しいのにつけても、やっぱりもう離れてしまおう、ここでもう打ち切ってしまおうとお考えになったことは、また思い返されなさる、思い返されていらっしゃる。やんごとなき方、源氏にとって正妻でいらっしゃるあの方、あの方が、あの方にです、あの方の方に、あの青色上様の方に一層深いお気持ちが、お気持ちをお惹かれになるようになるのも、心を惹かれなさる条件が沿うことになったことも、つまり巫女が生まれるわけですから、今までよりも一層深いお気持ちを惹かれるようにおなりになることも起こってきたからして、
あの方のあちらの方へお心を一筋に思い静まりなさるであろうことを今こんなふうに苦しい思いでいる同じような気持ちでこれからもお待ち申し上げているであろうその心ばかり反問を尽くすに違いない。待って待って苦しい思いをこれからも尽くすに違いない。そのことなかなか物思いの驚かされる高知したものに、そういうことをいろいろ思い巡らしてなかなか生実家お会いしたことでまた物思いが物思いの種が呼び覚まされる気持ちがなさるところに、思いの驚かされる心地したものに、つまりそっけなくずっとそのまましていられればかえってこう諦めがついてもうさっさと思い立って、異性も下っていくような決心もつけられたかもしれないけれども、またこうしてぽつっと思いがけず通ってきてくださった、それによってまた源氏の君への立ちがたい執着がよみがえってくるわけですね。しかしそうかといって決定的に二人の間柄がなんか変わっていく、そんなことも全く見出すことができない。だからむしろ前よりも条件は葵の上の身ごもって、巫女を産むはずだということによってまたより難しい条件が起こってきているわけです。で結局心ばかりが反問を重ねていくに違いない。生実家こうしてお会いしたことで物思いが思いの驚かされる、この驚かすはびっくりさせるじゃなくてハッとさせる、小山田の意を近くなく鹿の根に驚かされて驚かすかなっていう最後の確か歌ですね。あれは中世にそういう歌がありますけれども、つまり驚かすという言葉にハッと眠りから目を覚まされる、眠っていたものが目を覚まされる、それも驚くであり驚かすであるわけです。それから今我々が使うようなびっくりさせる、あるいはびっくりする、それも驚くなんですけれども、ここはそのハッと今までこう眠っていたようなこう状態の心にまたかえってこう火をつけられたような、物思いが呼び覚まされたような心地がなさるところに、ただお手紙ばかりが歌がなくって、肝心の歌がなくって、お手紙ばかりがもう暮れ方の頃にやっと届いた。こういう時に当然一番大事なのは絹絹の文の、大事なのは絹絹の歌ですよね。相手を称賛したり相手の心をいたわったり、する思いを込めた、あるいは愛の思いを一層深めるような、
そういう内容の歌が届かなければならないわけで、前に言いましたように、ね、源氏物語はレイプ物語でございましょうって言って、僕が去年関西で講演した時に質問せられた。なんか40ぐらいの40歳代の美しいご婦人でしたけれども、大体その源氏物語はレイプ物語だと思ってお読みになった、あなたのお読みになったテキストは大体わかりますけれども、そういうものでお読みにならないで、大変ご苦労でしょうけれども、父として進まないかもしれませんけども、初めの間はやっぱり原文で努力してお読みになってごらんなさい、決してレイプ物語でないってことが心の底からお分かりになるはずですよ。必ずあの主人公たちはどんな相方をした後でも必ず歌を交わし合いますでしょう。そんなレイプがどこに世界中にありますか。ギリシャ神話の神はそれはオリンパスの神、あの山から降りてきてパーッと人間の美女、あるいはニンフェットの美女、あるいは神の美女をレイプしていくのかもしれませんけれども、日本の神話はそうではありませんよ。必ずあのイザナギイザミナミの時から愛の歌の交換があるんですよって言ったわけですけれども、まあそういうあれですね。しかしまあたまにこういうふうにして、源氏がわざと歌をよこさないで、そして、まあドライなお手紙ばかりがあるということもあるわけですが、それはね、六条の御息所と源氏の間のこういうあの状況の中でのことですね。日頃少し怠る様なりつる心地のにわかに糸を苦しげにはべるを、ええ引きよけ、よかでな、よかでなん、ね、この日頃、私は少し、ごめんなさい、この日頃、つまり葵の上の病状を言っているわけですね。少し病が快く解放に向かったような様子でございましたが、それが一変しまして急に大層苦しげになりましてございまして、それで私も「え引きよかでなん」、そういう場を放っておくことができませんで、そういう場を放っておいて「こちらへ伺う」なんていうのはそんなことがとてもできませんで、というふうにその手紙には、源氏の君のお手紙にはあるのを、例のことつけと御霊大物から。いつものあのことづけごと、他のことに責任をなすりつけるあのパターンだわ、まあそんなふうにお考えになるものの、でもさすがにそのまま放っておきになるということはできなくって、袖ぬるる小ひじとかつは知りながら、袖ぬるる小ひじとかつは知りながら、これ小ひじと小ひじと掛け言葉になっているわけですが、袖ぬるる小ひじとかつは知りながら、降り立つ田子の自らぞ浮き、袖ぬるる小ひじとかつは知りながら、降り立つ田子の自らぞ浮き、山の井の水も断りにとぞある。この歌はなかなかあの哀切な気持ちのこもっている歌なんですね。袖が濡れるっていうのは当然思いが迫って、思いが屈して、そして涙をこぼして、その涙で袖が濡れる、着物の袖が濡れるわけですが、その袖濡れる恋路、恋ゆえの辿っていかなければならない道と、それから小肘
肘っていうのは泥のことですね、で下にその降り立つタゴのというふうに出てくるわけで、タゴっていうのは田んぼの耕作をする、まあ、お百姓さんです。だからその田んぼへ入れれば当然実が濡れるということ、あの田んぼの気味の悪い冷たい深い泥に、泥水に濡れるということは知っているけれども、でも他に降り立たなければお百姓さんのなりわいは立たないわけ。それと苦しく涙に袖の濡れる恋路だということは分かっておりますけれども、でもそこに降り立つあの農夫のように自ら臓器、私の心は愛欲の心から抜け出すことができなくって、自分自身で苦しい思いをしております、我から苦しい思いをしております。この宮洲どころの歌は、ね、なかなかあのよく働いている歌ですね、この場面ではね。そしてさらに山の井の水も断りという言葉が添えてあるわけです。ここにはまた引き歌があって、悔しくぞ汲み染めてける浅ければ袖の実ぬるる山の井の水、悔しくぞ汲み染めてける浅ければ袖の実ぬるる山の井の水。思えば悔しくも汲み染めてしまったことだ、そこに溜まっている水が浅いからして袖ばかりが濡れる、その程度の山の井の水の中へ、まあ、こういう歌が他にも古今集に、あの古今集の恋の巻にはこういう歌が、あ、これは古今六条の歌ですけれども、古今集にもこういう歌たくさんあります。貫之なんかもなかなかこういうあの読み方で、山の井の清水の汲むというとこう水が濁る、それと恋の心の複雑な思いと掛け合わせた歌なんかを作っていますけれども、つまり山の井っていうのは山の道のほとりの湧き水か、あるいは流れている小さな流れをせき止めてそこで水を汲んだり物を洗ったりするように、ちょっとこう水がせき止めてあるようなところ、そういうのが山の井なんですね。決してあの掘り抜く井戸のようなそんな複雑なものを考えない方が自然なんですが、で道を歩いている者がちょっとそこでこう喉が渇いて水を飲んだり、あるいは西行なんかの歌にもね、例の柳陰、水の流れている涼しく水の流れている柳の木の陰、炎天の道を歩いてきてほんのしばらくと思ってそこに身を寄せたんだけれども思わず長居をしてしまったというような思いを詠んでいる歌が、清水流れる柳にちなんでありますよね。場所はそれをまたそこを訪ねて太一枚飢えて立ち去る柳かなという句を詠むことになるわけですけれども、
まあ、つまりこういう井のほとり、あるいは山道の道のほとりの井というふうなものが、大体こう恋物語の発端の場面になることが多いわけですね。旅人は必ずそういうところで、村へ入ってきたらその村の共同の水汲み場にまず行って、そして水を飲み旅の誇りを注ぐわけです。村の乙女たちはそういうところへ集まってきて、食器を洗い、食物を洗い、そして水を汲んで帰るわけです。当然そこで、旅の男と村の乙女との間に恋が始まる、恋の発端の場になる、そういうのがいくつもいくつもあって、そしてそれがまたいろんな場面で、ちょっとした一日のピクニックのような場面であったり、あるいは長い旅の場面であったり、する、そういう変化の形だから、天照大神とスサノオの神が雨のまないで誓いをしたというふうな話も、そういう話の一番、まあ、原型というかな、のようなものとして考えても、また一つのパターンの展開するわけですけれども、でそういう古今六条の山の井のほとりの歌を、悔しくぞ汲み染めて蹴る浅ければ袖の実ぬるる山の井の水という、これをもう一つこう引き歌にして重ねてきたわけですね。袖ぬるる恋小肘とカツは知りながら、小肘とカツは知りながら、降り立つ田子の水からぞ浮きという、もうこれだけで十分なんですけれども、さらに、古今六条の歌をもう一つ重ねてきたわけです。とぞある。そんなふうに、書いてある。御恩手は、なお心の人の中に優れたりかし、この六条の宮津所の文字の、かきぶり、その水くきの後、それはやっぱりそこら辺の多くの人の中では格別に優れていらっしゃると、そうご覧になる。こういうところ、女文字の総画の美しさですね。源氏物語の中ではやはりそういう金文字の美しさってもの、女の人の金文字の美しさ、まあ、特に男性の場合もありますけれども、言ってる場合が多いんです。つまり漢字の書を書く男性の書に対して、やがて金文字のことに総柄の女文字の美しさっていうものが、やはりこういう平安朝の女流文学の中には大きな地位を持つわけですね。そしてそれは同時に唐座絵に対して大和魂のいわゆる美学というものとの対立というふうに言っちゃいけませんが、対象というふうなことが考えられるわけ。そしてその書かれる歌っていうもの、手習いの最初の歌っていうのが、やはり女性としての美しいこう心、教養、大事な魂を深める歌なんですね。なにわ図の歌ですとか、朝霞山の歌っていうものは、いずれも古い神話の中、あるいは日本の文化が開けていくその中で、非常に特別の役割を持っている大事な歌なんです。それを繰り返し繰り返し金文字で書くことによって、金文字っていうのはもちろん漢字があって、そしてカタカナもひらがなも生まれてくるわけですけれども、しかし平安朝の女流文学なんかのこう考え方の中では、金文字というものに対してちょっと特別なやっぱり意義を感じているわけです。つまり金文字によって語りを書き記すことに、その語りの中の一番大事な和歌を書き記す、その文字の
水くきの後の美しさだけじゃなくって、言葉と文字と言葉の意味と文字の働きとのその重なった力というもの、それが源氏物語の中で非常に大きな役割を持っている。で、まあ平安時代のその男性にとっても女性にとっても文字というものは、書というものは教養なんですね。紳士が持っていなければならない、あるいは淑女が身につけていなければならない教養なんですけれども、同時に女の金文字にはもう一つそういう古くからの歌に流れている心を字の形で習い習いする、そのことによって歌を声に出して歌い歌いして、その歌の心を身につけるのと同時に、金文字によって繰り返し繰り返し書くことによって、そこからもまた自分の体の中へ歌の魂を深く焼き付ける、そして歌の力を身につける、教養を身につける、大和心の教養を身につけるという気持ちがあるわけですね。ある時大学の学生の夏休みに住んだ後、夏休み中にどんなことやった、何を読んだっていうことを聞いていましたら、和漢朗詠集を繰り返し繰り返し習っていました。うん、それは良かったね。で、一番好きな対句と漢詩の対句と和歌と挙げてごらんって言った。いえ、私は繰り返し書きましたけれども、文字を繰り返し習っていたので、言葉は全然覚えてませんって。それはいけませんと言いましたけれども、それはやっぱり先生がいけませんですよね。文字をことに女性が和漢朗詠集を繰り返し繰り返し習うっていうことはどういうことなのかっていうことをやっぱり教えてあげていただかないといけないと思うんです。まあ、この六条の御息所、非常に見事な手の美しさ、文字の美しさ思ってられる人、そこを褒めているんです。心の人の中に優れたり歌詞と見たまいつつつ、その歌を ご覧になりご覧になりなさって、いかにぞや、なんともわからないな、いかにぞやも、いかにぞやもあるよかな、なんともわからない思いのする世の中だな。この世の中は男女の間柄と見ておいた方がいいですね。一般の広い世の中というよりはもう少し絞って、何ともわからないことの多い男女の仲らいだな。心も形もとりどりに、心を惹かれる優れた女性というものは心も形もそれぞれとりどりに特色があって、すつべくもなく、また思い定むべきもなきを苦しゅうおぼさる、取り柄のない人という、そんな人も、そんな極端な人もなく、またこの人をと思って一人思い定める、そういう人もないいうことを苦しいことだと思いになる。まあ、これは源氏物語の主人公のような、その折口信夫の言うその色好みの道徳の男にとっての悩みでしょうけれども、我々には分かりませんけど、なんとなく分かるような気もしないこともございませんね。そこが面白いところなんで、物語のなんか面白いところです。身につまされるというふうなことほどにはなかなかいかないですけれども、心のどっかにふーっとこうなるほどと思ってこう響いてくるところがある。御帰り糸を狂うなりにたれど、
キヌキヌの文をやるのにもう時が非常にこう過ぎてしまって、お返事をおやりになる頃あたりはもうすっかり暗くなっているけれども、でもやはり女の方からこういう歌を女の方が先に送ってきたわけですから、ちょっとこれは異例な形ですよね。まず男の方から歌をやらなければならない。男は歌がなくて文だけっていうのは非常に言ってみれば格を落とした付き合い方なんですけれども、それで、歌が来たわけですから返し歌を送られるわけですが、袖のみぬるるやいかに深からぬおんことになん、この袖ぬるるいうその宮安どころの歌ですよね。それをここで取り上げて、袖のみ、袖ばかりが濡れるというのは、つまり袖ばかりが濡れる程度の浅い思い、浅い恋というのはどういうことですか。私へのお心が深くはないということなんだろう。いうふうに、つまり引き歌まで弾いて、山の井の、ね、浅き心、山の井が浅いからして浅き心だというふうなふうに言ってきた、そのことを源氏が取り立てて書いてやるわけです。そして浅見にや人は降り立つ、我が方は身も祖母つまで深き恋路を、これはもうこの歌のやり取りは明らかに源氏の方が腰が引けてますね。そして、いわゆる歌合わせとしては源氏の負けですよね。浅見にや人は降り立つ、これはここは引き歌というふうに考えなくていいんですけれども、同じような趣向の歌が成平の歌が古今集の恋の巻にあるわけですが、浅見こそ袖はひずらめ、ひずらめ涙川三さえ流れると聞かば頼まん、浅見こそ袖はひずらめ涙川見さえ流ると聞かば頼まん、浅いからこそ袖だけが濡れる程度の傷というのは水に浸ってびしょびしょになることです。浅見こそ袖はひずらめ、その流れが浅いからこそ袖が濡れる程度の浅い縁日ということになるんだろう。涙川、そこでは見さえ流る、その涙川に入れば体ごと流れてしまうというふうに聞いたならば、それほどの深い思いだというふうに聞いたならば、それは頼りにすることができよう、そういう成平の歌と同じような類想ですけれども、浅見にや人は降り立つ、その流れが浅いからしてそこに人が降り立って、浅い程度の思いしかしないいうことになるんだろう。私の方では我が方は身も祖母つまで体全体びしょ濡れになってしまうまで深き恋路を、深々と思い深めた恋をしておりますよ、そういう思いであなたを恋焦がれておりますよ、言ってやっても、歌の意味はとにかくそうですけれども、
この御安どころからの歌が来て、そしてまあやっとこの歌を返したわけですけれども、なんか心が本当に働いてませんよね。言葉では一応言ってますけれども、これは源氏の方が旗色が悪いですね。源氏だっていつでも理想の絶頂の恋の場面ばっかりではないわけで、時にはちょっと小ずるい心の配慮があらわに出てしまう時もある。あるいは、まあ、こういう時は葵の上のことがあるからでもありますけれども、もう少し誠実さを示すべきところで腰が引けてしまっている時もある。おぼろげにてやこの音階流を自ら聞こえさせぬ、いい加減な気持ちからこの私の返事を私自身で申し上げないでいるとはお思いなさいますな。あなたに対するいい加減な私の気持ちからこのお返事を自身で申し上げないで、こんなふうにして遅がけに使いに託して届けていると、私がそれは薄情だからというふうにお思いなさいますなとこう言ってやったんですけれども、なんか白々しいですよね。